今日は HRE オープンハウスの当日でございます。なんでこんな動画を撮ってるかっていうとですね、 HRE オープンハウスが9時からなんですよ。で今ロスにいるんですよ。で HRE オープンハウスがサンディエゴ、車で1時間半ぐらいかかるんですけど、実はトラブル発生しまして、今日オープンハウス見て明日日本に帰る予定なんですよね。で日本に帰るのにどうしても PCR の検査が必要なんですけど、どういうわけか手違いで僕だけPCR の検査結果が来ないという。でもちょっとこれ間に合わないんで、オープンハウス行かないで検査をしていきたいと思います。なんでちょっとオープンハウスの目的でアメリカに来たのに、帰りの都合でオープンハウスに行けないという最悪の状態を起こってるんですけど、まあ、ちょっとカメラマンにカメラを渡したんで、まあ、様子は撮ってくれると思います。で、多分各店店長は行ってるんで、まあ、多分喋ってくれると思います。なのでちょっとその様子はお届けできるんですけど、なんでお前いないんだっていう話になると、まあ、こういうことをやってると。で、ちょっと僕の中学生レベルの英語だと、検査できるところが多分限られてきちゃうんで、まあ、調べたら日本語対応してくれるロスに病院もいくつかあるみたいなんで、よいしょ。ちょっとここの、ニューサンライズクリニック、新井先生っていう方にちょっと、今検査をしてもらいに行ってこようと思います。これはもう間違いなく日本に帰ったら社長にぶっ飛ばされるパターンです。でも帰れない方がまずいんで、ちょっと行っていきたいと思います。ただ一人でレンタカーに乗って、大丈夫かなっていう。まあでも一応その、ここの病院は日本を通じるみたいなんで、まあ、そのままできると思います。そんなことありますかね？
まさかこのバカでかい車に乗って一人でロスの病院に検査に行くとは思ってもみなかった。ちょっと一人で行ってきます。で、今回その HRE のオープンハウスの前に、まあいろんなホイールのメーカー回ったりとか、まあちょっと話を聞いたりして、どうも今年 HRE、 まああとその他のホイールメーカーもかなり新しい動きがありそうということです。特に HRE はもう SNS とかチェックしてる人は多分ご存知だと思いますけど、カーボンホイール、カーボンリムのホイールですね、なんと自社で全部開発してっていうことなんですけど、ついにカーボンリムが。で、他のメーカーだとダイマグっていう、まあ、バイクのカーボンホイールで超有名なメーカーのリムを使ってるんですけど、 HRE はちょっと違うパターンのカーボンリムで、どのメーカー行ってもカーボンリム多かったっすね。なんでちょっとそういう流れが来てるんだと思います。ちょっと、まあ、リムが漏れなく黒くなっちゃうのと、まあ、車によって似合う似合わないがあると思うんで、多分それ以外の流れもおそらく出てくるんじゃないかな。で、実は昨日、アナーキーホイールズの中の人ガイさんとミーティングしたりもしたんですけど、アナーキーもかなり大きな動きが今年控えてるそうです。なんでちょっと最新のトレンドを気にしてる方は要チェックということで、でもちろんその動画になってない部分もかなりあるんで、今回行ったメンバーを中心にボンドショップ各店にご相談いただけると、まあいろんなものが提案できるんじゃないかと。偉いなあ、ちゃんと俺病院に向かってる最中も宣伝して。今病院についてドライブスルーで鼻にこうボー突っ込まれて検査待ちです。20分ぐらいで検査結果が出るということなんで、ガチンコでやってるのがお分かりいただけましたでしょうか。はい、やらせなしなんです、ボンドチャンネル。笑えねー。 20 minutes later. で、今検査結果が出ました。正彦土屋ネガティブということで、もう何この無駄な時間。ちなみに今もう10時です。 HRE まで2時間半。もうイベント終了間際に着くかどうかっていう、2時までなんで、まあ、混んでなければまあ行けるかなと。だからロス渋滞すごいんで、まあ、とりあえずこれ向かうんすけど、ガソリンなんかガソリン入れなくちゃだし、ご飯食べてる暇ないし、まあ、とりあえず向かいます。これマスタングの EV のやつです。これめちゃくちゃ走ってます。これ EV なのかな、 EV だな、マフラーないから。これがめちゃくちゃ走ってる。さあ、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかじゃないんだよ、本当に。今終了20分か30分前ぐらい。ちょっと会場の様子は多分別のチェーンでお届けしてると思うんで、見どころの車だけちょっとみんなで見に行きたいと思います。なんかでもこれが今回発表になったカーボンリム、これが今回発表になったカーボンリムということで、これ HRE で
くしてるっていう。そう、 HRE が、まあ、自社外注になっちゃうけど作ってるみたいで、ダイマグではない。他のブランドはダイマグだけど、 HRE の場合はちょっとパターンが違う。ちょっとブロックがでかいかな、うん、そして綾織になってんだね。そうそう、ここがもっとまっすぐこう、かー、リムの形がちょっと違う。スポークが結構ここまで攻めれる。これが2022年後半だいぶ出てくるんじゃないかっていう話です。であとこれ違うパターンも今作ってる。そんなことない。あー、まだね、マットがクロスカーぐらいの。あ、そうなんだ。みたいです。これちょっと要チェックです、はい、あとは中の方に、まあ、中に HRE の展示の車があるみたいなのでちょっと行ってみましょう。さあ続いて中にやってきて、この配置したのがウェイトとピスタですね。これが HRE のデモカーになってる。いや、どうなんだろう、多分一応カーブだっすね。 HRE の2ピース、これも絶妙な色合いの、ね、あ、前回来たボーデン、ボーデンの車なんだ。前回来た時発表になってたこの2ピースが到着されてます。これ色すごいね。ボーデンの車だったんです。ボーデンオートバース。今回ちょっとツアーでは行けなかったんですけど、はい、車が展示されてます。で、後ろ側にはピスタが、これも当然 HRE の T200。 あ、これワンピース、ワンピース、あ、ワンピースなんだ。これも続いてちょっとみんなで見る車はこちら。もう車種がわからないです。これ多分オットロットでものすごい改造がされてる。ドアノブも現行の募集車みたいなドアノブになってる。で、スイッチもランボのやつを利用してんじゃないか。スイッチも利用してて、エアボンの吹き出し口がフェラーリ。あ、吹き出し口フェラーリなんだ、うん、すごい。全部中も張り替えられてて、そしてホイールは当然 HRE の2ピースか、ね、X ピースか、ね、3ピース。コンケーブもすごいね、うん、こんなのが。こんだけ作ったらかっこいいよね。確かに、エンジンブームも全部やり直してある。カーブ、そう、カーブ、すごいね。アメリカのこのホットロットの文化すごいですよね。ボンネット、カーブ、こんなのも展示されてます。で、他にも同じ系統のホットロット的なのが。で、これが Y スピでなんか使われてた劇中車じゃないかっていう話。これも HRE？ HRE っす。そうはね、エンジンリアに移植して全部作り直したんですけど、あとこっちにはシアンと、あとセナで、こっちも2ピースのホイールが。これも色絶妙っすね。そうだね、こういうの難しいっすよね。なんかスーパーカーだからいいけど、ちょっとマクロクロのセダンとかだと、そのなんかラインに合わせてる。あー、なるほど。中もすごい、マッチングが甘いの。すげえ甘いのよ。そうです。そこはまあアメリカなんで。そしてこっちはカーボンリムが装着されてるみたいです。これ確かにもう間近で見ると全然他のやつと違う。ダイマグと違う。まああとは好みだと思うんですけど、こんなのね。ちょっとピアスボルトの処理が違くてもよかった。このポコ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 しちゃってる。ボコボコしちゃってるんですね。あとはそのカーボンパーツついてる車だと、そのあやおり、あやおり、あやおり、平織りとかになるパターンも多分あると思うので、まあ、その辺で見てもいいのか。こんなのが展示されてます。もう閉会式が始まってました。これがタグモータースポーツが持ってきた車で、アベンタの一番最後のウルティマエ、なんと21、22で履いてるみたいです。これをベースに逆逆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 インスタに死ぬほどリードが流れてくる例の車が。これもちょっと人がいっぱいいるんであんまり撮れないですけど、こんな感じで HRE wheels we're going to be giving away two from the silent auction。 ちょっと日本人的センスじゃできないね。すげえ、でもキャリパーはそのままなんだ ね。意外や意外。てかもう改造車の祭典だから、あの警察の取り締まりがすごい。来る途中めっちゃいたよ。あ、捕まってたでしょ。捕まってた。まあ、それは世界共通ということで、まあ、今会場に警察入ってきて緑色。いやでもこれがショーカーじゃなくてほぼストリートの車ってことでしょ。で反対車線来るときめちゃめちゃこう帰りの車に遭遇したんですけど、もうまんまこのまんまフリーウェイを帰ってっていい音させてるっていう。
これはちょっと9時からいないとダメなやつだったな。この辺も来たら任せてくださいって感じ、うん、え、いやちょっと怖いな怖いな正直者預かりますってちょっと言えない、うん、言えない、取り行きますとも言えない、ね、言えない、あと奥になんかすごいゲレンデがあるみたいなんで、ちょっとそれ見に行ってみましょう。フローフォームがすごい在庫、すごいよね、こっちがなんか新しくなったんだって倉庫、あ、そうなんだ、あ、確かにこっち側なかったかも、なんか金曜日になんか全部壁がなくなってなんかこっちにやってたらしい、へえ、もうなんかアフターのホイール作るメーカーからなんかもうサプライヤーになってきてるっすよ、だんだん。そうだな、今回いろんなホイールの工場見てきたけど火じゃないっすよね、ずば抜けてる、ずば抜けて整理整頓もすごいし、これがね強烈だよ、これすごいね、これ日本じゃ走れないよね、このハミタイガリガリじゃん、収まってない、そうそうそう、あのリムガリガリじゃん、はいはいで、ブラッシュガードもこのゴールドクロームみたいな金メッカッパー、すごいよ、これもすごい、え、これ 6×6 ってことは、これホイール6本作ってんの、もしかしたら上のやつも入れたら7本作ってんの、すげえ、バネまでゴールドっすよ、なんかラッパーとかが乗ってそう、ちょっとアジア人が乗ってそうな感じではない。で、マイバッハも止まってて。セラセラ。まあ値段上がってますよね。はい、お帰りになられた。はい。はい、すげえ。で、こっちが新しい新作が全部展示してあるみたいです。これピアスボルトのここすごいっすね、本当に。処理がね。綺麗にファイバーが、あ、でもここでついてるんだね、外側は継ぎ目が見えないように一応なってるみたいですね、すごいよね、だちょっと似合う車も限られてくるし、あとはそのガリっちゃった時に直せないんで、まあ、その辺のちょっと、まあ、だからガリっちゃダメって、そういうことですね、こういうホイール入ったらガリっちゃダメ、はい、勢いが必要ですけど、はい、まあ、ちょっと2022年後半注目のホイールじゃないかなと、で他にも歴代のプロフォームシリーズとか新しい、あ、これ新しいやつなんだ、やっぱり新しい、で僕個人的に好きなのはこれ、あ、これ結構セダン、あとは G クラスなんかももう履いてんのいましたけど、かっこいいんじゃないかなっていう、出た飯村さん、飯村さんの方いる、でもあれからすっごい増えたっすよね、増えたね、めっちゃ増えてましたよね、501も増えたっすね、ちょっとだから全体的にクラシック回帰してる流れもありますよね、あとはワンピースのこれ935、これもなんか昔の OZ とかなんかちょっとそういう流れ、エアロディスクの変化のこの辺もすごく最近流れが来てる気がします、でカラーサンプル、これすごいね、あ、これがなんか大変すぎてできなくなる、振り返ったこっち側に SF90 が、これもカーボンリムが、まあ、ちょっとその新作ってことで多分いろいろ入ってる車が多いっていうのもあると思うんですけど、これかっこいいね、真っ黒黒で、一番がちょっとちっちゃいね、これ内装もちょっと黄色のアクセントが入ってて、キャリパーも黄色でめちゃくちゃかっこいい、505、これかっこいいっすよね、コンフィグの画面が出てます、あ、今やってんの、そう、おー、もう一回上げて車庫サファリ、サファリすごいね、あ、デスラもねはみ出しちゃった、なるほどね、だからこれがなんか選べるんじゃない、そう、ね、フロントだけ引っ込めてとか、うん、まあ、こんな感じで一日いろいろ見たり遊んだりできるイベントでした。さあ、というわけで今回のアメリカ出張のメインの目的 HRE オープンハウスの様子をお届けできたかどうかわからないですけど、一応お届けしました。まあ、新しいものもかなり出てたりだとか、アメリカ的なセンスですごくかっこよく仕上がった車なんかもかなりいろいろ展示されてて、まあ、それをさらに
進めてもっとかっこいい車ボンドグループ各店でご提案できると思いますので、ぜひぜひご相談ください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。